育っていっているのにもかかわらず、そこのバレエ団のプロフィールにはそこの教室の名前一つ出てなかったりするんですよ。皆さんこんにちは。大人バレエアカデミーバレエトレーニングディレクターの井野啓二です。さあ、今日のですねバレエに役立つテーマは、恩着せがましいバレエ教師に気をつけろという、お話でございます。このお話はですね、そのバレエをこう頑張っている生徒さん、特にプロを目指しているような、生徒さんだけではなくですね、そのバレエのスタジオを経営しているバレエ教師にとってもですね、まあ、結構、耳の痛い話といいますか、これいや気をつけてないからスタジオ経営がうまくいかないんですよっていうところの、お話になりますので、よろしければぜひ聞いてみてください。はい、ということですね、どういうことかと言いますとですね、バレエの世界によく、まあ、あるあるの話なんですけれども、バレエの教師、バレエで生きてきた人間っていうのはですね、世界が狭い人間が非常に多くてですね、ものの見方が狭いというか、まあ、それもそのはずで、他の一般的な人たちが経験するようなところをですね、経験してないくて、そこの全ての経験をバレエにぶち込んでいるからこそバレエの世界で生き残っているところがあるので、専門性は高いんですけれども、逆に言うとその他のことを何も知らないみたいなことになりやすいんですね。これ芸術家関係結構多いんですけど、でそれもそのはず、まずは自分の家があって、で、学校に行って、そこからバレエ教室に行って家に帰るっていう、そのトライアングルをですね、小学校の頃からずっと繰り返して、部活とかもせずにですね、バレエにこう打ち込み、やり続けた人がダンサーになったりですね、バレエの教室の先生やってることが多かったりするので、世間一般の常識がですね、全然通用しないままバレエ教師やっちゃってることが多いですね。でそこで、バレエの先生にすごくよくある勘違いが、自分の生徒がプロとしてこうどっかバレエ団とかに、ね、入ったりした時につい言っちゃうんですよ。この生徒は私が育てたとか、私がいたからこそ今のこの子はあるみたいな、もうすげえめんどくさいこと言っちゃうんですよ。で本当にすげえ傲慢な考え方するんですよ。師匠と弟子みたいな考え方をするんですね。でもね、よく考えてほしいんですよ。あなたはバレエ教師ね、バレエ教師であるあなたは生徒さんから月謝をもらってましたよね。レッスン料として月謝をもらって、スタジオの運営や自分の生活を月謝をもらうことで成り立たせていたわけですよ。でその対価として、その対価としてバレエを指導していたわけですよね。この時点でプラマイはゼロなんです。貸し借りはゼロなんですよ。でよく師匠と弟子みたいな考え方をするやつがいるんですけど、師匠と弟子って言うんだったら、師匠が弟子が一人前になるまでの間、生活やらなんやらを師匠が面倒を見るからこそ、その師匠と弟子という関係が成り立つんであって、バレエを教えて月謝をもらうっていう風になったら、事業者とサービスを受け取る側の顧客という関係でしかないので、なんかね、師匠と弟子というその考え方を都合のいいところだけ引っ張り出して、月謝をもらって自分の生活を支えてもらいながら、立場は私が上とか勘違いしてるやつが
本当に多いんですよ、バレエの教師って。でそこで、その上で私があなたを育てたみたいな感じになるので、そのダンサーの子とかが海外に行ってて、で夏とかに日本に戻ってきましたと。でその時に自分のスタジオにあるところで発表会がありますと。でその発表会に出てもらった時の出演料が無料で出させたりとか、むしろ他の子たちが払っているあの発表会代ってあるんですよ、衣装代とかね、あのなんか先生の俺とかいう気持ち悪いのがあるんですけど、あのそういう生徒側が先生に払うお金っていうのがどうしてもその発表会ではあるんですけど、そういうのを要求するやつがいたりするんですよ、教師側に。で結果どうなるかっていうと、その帰ってきたダンサーは地元のバレエ教室に戻ってくるのがめんどくさいんで、有名なところで言うとアーキタンスとかそういう、オープンクラスに行って、夏の間なまらないようにしてたりするんですね。でこれってすごいもったいないことで、ものすごいもったいないんですよ。運よくバレエのプロを自分のスタジオから輩出することができたんですよね。でそれってある意味ではあの一種の対外的な証明じゃないですか。少なくとも、自分の指導があの、まあ、とりあえず才能があったという前提ではあるんですけど、そのプロを出しましたっていう実績になるわけじゃないですか。でそうしたらそのプロになったダンサーとも良好な関係を築かなきゃいけないわけですよね。だとしたらですよ、だとしたらその、師匠みたいな顔をしてないで、ちゃんと出演料とか広告で出す以上は、それなりの依頼料とかですね、あのきちんと払ってあげて、このスタジオの私の古巣のスタジオと関わることが巣立っていったそのダンサーにとってもプラスになると、日本に帰ってきたらあのこっちでこういう仕事がもらえるからっていう風になったら、こう喜んで帰ってきてくれるわけじゃないですか。でその喜んで帰ってきてくれたダンサーにあの自分の代わりにクラスを指導させているのにその指導料を払わねえとかいう先生、教室主催者も結構いてですね、もう本当にひどいんですよ、本当にひどい。もし外部から講師を依頼するってなったら当然払うわけじゃないですかね、払うわけですよ。同じように払わなきゃいけないんですよ。なぜならあなたは先生かもしれないんですけど、月謝もらって教えてたんだから、そこにプラマイはゼロなんですよ。でも当然昔からの生徒さんなわけですから、コンタクトは取りやすいと。でそこに来てくれて、教えてくれに来てくれたその人にはプロとしてお金を払っていくと。そうするとその子供たちとかがここから出てきた卒業生みたいな形で、すごい人がですね、あの毎年夏になんか帰ってきて、なんかすごい踊りを見せてくれたりとかですね、目の前でくるくる回ったりですね、目の前でなんかすごいことしてくれたりするってなった時に、ああなりたいみたいな風に思って、でそうするとそこの教室も活気づいたりとかですね、あの新しい生徒さんが入ってきやすくなったりするわけじゃないですか。本当にね、バレエの教師ってあのきちんと払うもんも払わずに、もらうもんだけもらおうとするから教室の運営が危うくなるんですよ。いやもちろんね、あの全員じゃないですよ、あのちゃんとやってるところもあるんですけど、あのこういう私のようなですねバレエのトレーナーみたいなのをしているとですね、あの悪い噂ばっかり聞くんですよ、本当に。で、あの結果としてあのその子が育っていっているのにもかかわらず、そこのバレエ団のプロフィールにはそこの教室の名前一つ出てなかったりするんですよ。でその場合はだいたいダンサーと教師側、スタジオ側が喧嘩別れしてます。
なんかプロフィールがね、千葉の、例えばなんか千葉のどこどこで生まれて、で日本で、バレエのトレーニングをしてこのバレエ団に入りましたみたいな、でどこでトレーニングしてたのみたいなところが書いてないような場合には、大体喧嘩はです。いやだって載せない理由がないんですもん。ここで関わりたくないって思うから、そこのプロフィールに自分のいたスタジオの名前を出さないわけですよ。これってすごいもったいないことなんですよね。せっかく自分のスタジオからプロが出たのに、でその人と深いつながりがある程度あるのに、その関係性をお金を渋るとかいうところで大事にしなかった結果、その子がもう無関係ですみたいな感じになって、後に続くこと人子たちもですね、そのプロとしてやれてるある意味完成形みたいなお手本とか、憧れの存在を認識することなく、またレッスンに励まなくてはいけないわけですよ。非常にもったいないし、これこそがなんかバレエ界のある意味こう闇というかですね、ある意味バレエが広まりきらない、理由の一つをですね、底辺の方からですね、このそういう変なことをやるバレエ教師たちがですね作っているのではないかっていうふうに思うわけなんですよ。ということでですね、皆さんもしその今プロで目指してるとかプロをやっているっていう方で、基本的に、理不尽な、要求をしてくるようなスタジオは あなたにとって 無理っていうか利益がないのでですね、そこはしょうがないですね。距離を取るのは仕方ないんじゃないかなと。で対してバレエ教師はきちんとその自分が育てたっていうのはいいですけど、その外で活躍してる自分の手が離れたダンサーに対してそれなりの敬意と、それなりの評価額お金を持って、きちんと依頼をするのであれば、付き合っていかないと、プロですからね。プロっていうのはお金をもらって踊る、お金をもらって教える、お金をもらって見せるっていうのが仕事ですから、そこにお金が伴わないんだったら、そのプロとして別でお金をもらって仕事をしているわけですから、その人たちにそんなボランティアみたいなことしちゃあかんよねと、させたらあかんよねっていうところでございます。本当にバレエの教師の方はですね、この辺ぜひもう耳が痛いって思ってくれるのかちょっと分かりませんけども、考えていただければなと思います。いやでも私育てたんだからと思うかもしれないですけど、お金もらってるからね。この前地震が起きてしまった方になんか無償でお金を提供して、でありがとうございますっていうような借りをあっちに作ってるみたいなノリでいますけど、あら対価もらってますからね。師匠と弟子と言うんだったらその弟子の面倒をもっと見なさいよと、生活の面とか月謝無料にするとか、それができないんだったらその子が育った後にそれなりのお金を依頼するのであればきちんとしましょうねと、はい、というお話でございました。いかがだったでしょうか。皆さんこの一般の常識からは考えられない、意味のわからないですね、世界がバレエの教室がちょっと広がっている時がありますので、全部じゃないですよ、ちゃんとしてるところもあるんですよ、ちゃんとしてるところもあるんです。ちゃんとしてるところは卒業生のダンサーのプロフィールに自分のスタジオの名前が載ってます。そういうところを、ちょっと目安として、教室探していただけるといい教室に出会いやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。これような感じですね、バレエに役立つ情報、じゃあどっちかというと生徒さん寄りの、生徒さんの味方になりたいという側の人間なので、そういう利益になる情報を発信しております。いいねと思っていただけた方はですね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ということで皆さん幸せなハッピーバレーライフを。
ー。